はい。ということで、どうも、こんにちは。コウジです。ということで、えー、本日もやっていきたいと思います、えー。本日はですね、これから世界全体で起きることということをお話ししていきたいと思います。で、それのですね、解決方法は、ニルバーナという、えー、仏教用語なんですけれども、ニルバーナを知る必要があるということをですね、テーマにやっていきたいと思います。で、このシリーズはですね、 言霊学であったりだとか仏教を主にベースとしておりますそれをもっとわかりやすく自己啓発的な視点からですね説明ができないかなということで、えー、やっているシリーズでございますで今回のこのお話のテーマっていうのは、えー、まあこれから世界全体で起こってくることそれは現代人が過去にとらわれているで過去に生きているっていうことによってとんでもないことが起こっていくんですよとでそれはですねやっぱりその執着からの下脱 をしなななければならないとその下脱に関わるお話になってきます。ということでですねあの早速やっていきたいんですけどもまずですねあのこういった話をですね掴んでいくには原理が何なのかっていうことをですね見ていかないといけないと。で人間の生命意志というねこの原理のお話なんですがじゃあ人間の生命意志の原理ってどうなっているのということをですねまず知っていく必要があるわけですね。で生命意志というのはですね人間が 何もない宇宙からまず生まれてきまますね生まれてきて活動を起こしますで活動にもですねあのー、スタートがあってゴールがあるようにですねまあ花開いていってまた枯れていくっていうようなことをやるわけなんですけどもそういった活動を起こして活動を終えてそしてまた宇宙に帰るこれがですね生命・意志の循環なんですねこれをですねまあ仏教用語で概念的に リンネという,ふうに呼んだりしま,すでまあ日本ではこの「輪廻」っていう概念もですねあのこれは循環という形でですね呼んだりしま,すまあみんなねこれ自己解釈によって例えば「輪廻」っていうのはないんだっていうふうに言ったりだとか「いやあるよ」って言ったりだとか「あの現実に見えるよ」とか「いや現実に見えないものだよ」とかねあのいろんなこういう真偽って分かれていくんですけども、まあ、言霊学の視点ではこの「輪廻」という概念 そして循環というこの真理の概念というのは真理の世界のお話であって心の中にあるものそれをですね現実の世界で外側に見ようとしても見えるものではないだから内側を見ていきましょうと内観するというようなことになってくるんですねでそれをですねじゃあ自分の中でどうやって確認するのかっていうことをですねやっていかなければならないんですけどもまああの僕がですね今説明できる範囲ではですね あのちょっとやってみたいんですけども、例えば皆さんね、今から5分前、何をやっていたかを考えてみてください。今から5分前ですで。5分前にやっていたことが分かってきたら、じゃあ4分前を想像してください。で、同じように3分前、1分前、30秒、5秒、そして1秒前。っていうふうにですね、どん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 やっていく。 繰り返していくとまあもちろんですけども今という瞬間にたどり着きますしかしこの今という瞬間にたどり着くとですねこの今この瞬間に過去を考えていた過去を見ていたということが分かると思いますえこの過去のですねあの出来事っていうのはもう今すでに過ぎ去ったもの流れていったものですので 今ここにはですね実はその過去の世界っていうのが眼前の世界にですね現れるということはないんですね現実の世界に現れることはないでは過去のですね何を持ってきているのかというと記憶という情報だけなんですねそしてその記憶を持ってきたとしてもですね例えば今この瞬間に昨日の昨日何を食べたかっていう記憶を持ってきたとしてもまたすぐ1秒後にはですねもうその記憶を持ってきとて 記憶もまた過去に流れてていいくっていう、ね、ものなんですね現実っていうこの世界はですね実は今の連続永遠の今って言うんですけども永遠の今の連続であってですね過去とか未来っていうのはですね全てこの今っていうところに内包されている概念でしかないということなんですね、えー、そしてその今に持ってこれるっていうものはですねもちろん過去の記憶だけではなく 過去のものをね今からどうするかという未来の意思も内包されていますでもちろん過去にとらわれずですね過去のものを見ないで今から何を想像するのかっていうこともですねここに内包されてるんですねで例えば昨日食べたものは何だっけと思い返している時はですね過去をね明らかに今に引っ張ってきた状態しかし過去を持ってくるというこの選択肢以外にも この今の今中には内包さされれててるるんんんででで選択肢ってたくさんあすすねそれをですねそを例えば過去を手放して昨日食べたものはもう全く関係ないから別に今日今から何を食べたいかっていうねここだけに意識を向けるこの瞬間にですね、まあ、過去の概念からは自分はとらわれてない状態の新しい今ということをあの形成することはできるんですねつまり今というこの中には全てが内包されていてその根源であるですね 自分の5つのつ性能これは感情であったりだとか欲望であったりまあ経験記憶であったりそれを選択する選択意志であったりでそれを全てを動かしていく創造意志っていうこの5つの次元があるわけですね。でこの時ですね心理の世界ではどのようなことが起きてるのかというと過去の出来事というのはですねこれは現象を明らかに起こしたんですけれども すぐに、まあ、さっき言ったように、記憶の方の格納庫にしまわれていきますね。今から5秒前何をしていたかっていうとですね、もう5秒前に自分が経験したものっていうのは、もう記憶の格納庫の方に行ってしまってるんですね。そこで安らかに眠ってるんですね。その記憶はですね、経験記憶としては、呼び起こすことはできるんですけども、目の前に同じ現象を引き起こさせることはできない。この現実に持ってくることはできないんですね。ですから、現象というのは、 まず真理として「うつろい」であるっていうことを理解しなければならないですね現象というのは全て「うつろい」である「うつろい」であるのだからその「うつろい」というのは変化をしながら最終的に消滅するものであって消滅した後は静寂の世界に行っているんだということをまずこれ真理の上で見ていかないといけないですねこれをですねあの仏教でニルバーナへの到達の道 と言ったりしますいわゆる物事全てがですね正規されて起こ,起こってですねそれが流れて現象というものが花咲いてでそれがですねまた枯れてその先にですね静寂の彼方へ行くんですね純粋な心理の世界というのはこのような道を通って実はですね移ろいの変化を通っていくでこの移ろいの変化っていうのは実は8つの,あの変化があるんですねこれ発正道と言ったりする,するんですけれども まあ日本でもですねこれはあの「八封印というね封印で表されますけれどもこういう移ろいの変化を通りますでニルバーナという最後のですねこの静寂の方に到達するんですねですが人間はですねこの真理を全く自覚していないんですねなぜなら目の前の現象が永遠のものだと勘違いしているしまた永遠に存続させたいんだと願っているんですねですから 例えばお金を永遠に持ち続けていたいずっとこの家に住んでいたい今ある幸せを死ぬまで持っていたいし辛いことだけはですね手放していきたいとこういうわがままな状態にあるわけですねこれをですねまあ仏教の世界でも言霊の世界でも自我の囚われというふうに言っているわけです真理の上からそれは自我に固執しているんだということなんですね自自分自身の 自我というものがですね全てであって自分の経験してきた記憶そしてあのそういった経験、えー、学術とかですね学問とか判断とかこれがですね一番正しいというふうに思っているんですねというのは自分の意見とかですねこういうのがものがですね全部引き合いとして出ていくからなんですねこれではですね実はこの真理の循環であるですねニルバーナというものには到達ができないんですねこの自らの体がなぜならですね 今言ったように過去の自分の記憶を引っ張り出して今現実の世界を過去の経験で埋めるその目で見るそれを継続させたいんだ消滅しないようにしたいんだというふうに努力しているわけですからつまりこの「輪廻」というですね最初の世紀が起こって世紀が終わってその後の静寂の彼方に行くっていうこの静寂の概念とかがですね一気になくなるわけですね。常に えー、自分のですね過去の経験記憶を今の現実に呼び起こしているっていうことの輪廻に切り替わっているとこれをですね「ガキ道」「畜生道」「修羅道」っていうね自我の世界だけが常に輪廻していてそこに、えー、自ら生まれ変わってもっともっと巨大なですね「修羅の世界」「畜生の世界」「ガキの世界」の方のね自我の肥大化していく自我の世界の方にですね輪廻していっているわけですね。自分自分身が 一番正しいといいとううふうに思っているからです、ね、あの皆さんは僕はこう思うああ思うそれは違うんじゃないかこれが正しいんじゃないかという思いが実はですね、えー、昨日までの自分のこの経験値の中から引っ張ってきてその自分なりに正しいと思っていることを今に引っ張り出してきているということなんですね。これれだとですね自我はは見見てていいいるけれども真理は見ていないということになるわけです。 でここでブッダの言葉があるんですけどもこの背丈の体に世界そして世界の世紀世紀っていうのは起こるってことですね生まれる起こる世紀そしてえ世界の消滅世界の消滅に至る道のすべてこれがですねあるというふうに言ってるんですね自分の背丈の体の中に全部これがあるんだよとまあこれはですね今僕が説明してきたその輪廻の世界のことなんですね 心の中のですね、いわゆるそういった静寂の出来事をですね、一言で死というふうに言います。で、人間はですね、ここの心の心理の方を無視しているんで、死という言葉を聞いた瞬間に肉体的死を思い浮かべます。しかし、これもですね、物事の道理を見た上で古代の人がつけた名称なんですね。ですから、現実の世界で、まず肉体がですね、 あの肉体が活動しているっていうこの活動の機能を失って生命活動が静まった状態が肉体的死ですよねつまり天上界のこの心の世界で死と言っているものとですね現実の世界で同じように機能が停止して生命活動が静まった状態のことを同じ死という言葉で表しているということなんですねで死というのはですから肉体だけのものでは本来ないわけです 心理の世界で実は死というものがあると。肉体だけのですね死を考えると、まあ今言ったようなことになってしまうんですが、精神的死というものをですね、説明していくと、記憶のですね、格納庫にしまわれて、それが静寂するということを言うわけですね。死というふうに。ではですね、言霊学とか仏教というのは、何と言っているのかというと、心理の上からまずこのことを理解する。そして、生きなさいと。 つまり精神の世界の道理心理を知った上で現実世界の現実世界のことも見ていくこの2つを掛け合わせて統合するそして悟りの世界に行きなさいということなんですねこの地球上のです、ね、ほとんどの人はこの真理の世界を見ずに自我の世界そして自分の眼前の目の前の世界だけを見ているとこれではですね真理に全く到達しないニルバーナに到達することはできないと でではですね、骨玉の世界そして仏教の世界ではそういうふうにですねあの真理の世界と現実の世界を掛け合わせて統合した時にどうなっているかというとこれはですね自分の心心がが道理をわきままえた上でで静まっていいるという状態なんですね。あらゆる過去の執着もない過去の執着っていうのはねあの自分の経験というものはすぐさま静寂の彼方にしまわれるものであってそれはですね今に引っ張るものではないと。 つまりここからですね執着を捨てるとそしてそこから起こってきたあらゆる欲の執着そしてあらゆるものの束縛これからですね離れてって心が自分も生きながら静寂していることこれがですねあの自分が生まれながら生きながらにニルバーナに到達するということを言うわけですね つまり生きた状態で死というものが何なのかというものをですね、まず真理の上から見てそれは静寂しているっていうことの心理の最終的な到達点ですねここに帰ることなんだということなんですよですから心が起こるというのはですね起こったものが現象になってってその現象がですね、まあ、あらゆる苦悩を生んでいくわけなんですけどもその苦悩もですね過ぎれば静寂の彼方に帰っていくわけですね これをですね最初からわきまえているとこの静寂の彼方っていうこのニルバーナの到達がですね最初から真理であることが分かっているので全ての出来事に対して起こったものは起こったものとしてですね過去の記憶の格納庫にしまったままですね自分がそこに執着をもう起こすことはないともう必要以上にそこに縛られることも執着することもないとこれがですね生きながらニルバーナへ到達するということを言うんですね。 まあその記憶としてですね静寂されたものからですね今の現実に取り出してですね自分のですね経験値っていうだけをですね今目の前のねこの出来事にメインディッシュとしてねあのー、引っ張ってくるってことはしてはならないとなぜならもうその記憶その経験というのは今ここにないからなんですね例えば小学校の時にね好きになった人がいましたよねまあ皆さんもいたと思うんですけどじゃあなぜですね今その人はここにいないのかということなんですね でそれは過ぎ去ったからなんです過ぎ去ったものにですねとらわれてはいけないとこれは真理の上でですねまずすなんで過ぎ去るのかというととらわれないために過ぎ去ったわけですね物事が終わってその執着から離れたから過ぎ去ったわけですね過去にですねとらわれなければもちろん今から過去にとらわれないっていうことの全く新しい意志を持ってですね今思っていることの現象っていうのが現実に起こすことができますこれをですね本来の輪廻というんですね 生まれ変わった意志というものが確実に存在しているとだからあなたの過去は確実に記憶の格納庫として静寂して眠っているですからここにとらわれることなくですねまた新しい想像を今から起こして今からそれをやっていくそしてまたその行ったものはすぐに静寂の彼方へ帰っていくてこれが輪廻なんですよだから過去もですね実はあなただったわけですし過去とはね関係ない断ち切った新しい意志を持っている自分も あなたなたんですねということは人間というのは常に輪廻によって生まれ変わって確実に今というものをですね連続して経験しているよということなんですね。でなんでですねこの話を今日したのかというとこれはですね世間でねこれから大変な事態になってくるんですよ。あのこのね過去という概念を引っ張り出して「あの時あなたこうだったよねこう言ってたよね」 だからこの人は最悪だと。まあ今僕が説明してきたように、皆さん心理の上にこの悟りがないわけなんで、そうだそうだと。お前確かにあの時あんなこと言ってた。それは許せない。それは絶対に許してはならない行為だ。あいつをこの場所から引きずり下ろせと。というふうになっていくわけですね。まあこれ心当たりあると思いますけれども、まあ今現在ですね、まあオリンピックとか、まあいろんなところで起こっている出来事ですね。これがですね、世界全体で起こってきます。まあみんなですね、 このの過去のカルマにとらわれてですね修羅の世界へ突入していくとあの時ねあんな行為をしていたお前は失格だでまたそれもですね言った本人もですねいやそれを言うんだったらお前もあの時こうだっただろうと,というこういう指摘が続いていくとそれはどうなんだとでこいつを引きずり下ろせっていう言葉がですね仮にもですねまあ今はこうやって記録にも残ってしまいますでそしてその出来事がですねあのいつまでも続くわけじゃないんでまあ新しい 出、ね、出来事ってていうものがまた出てきまたきすよねそしたらですねその落ち着いた頃にですねあのその自分がですね過去に指摘した内容ですらもですねあの今度は指摘される側になると過去にねこの人はあ,のあいつを引きずり下ろせというような汚い言葉を使って、えー、書いていたぞと差別に当たると差別に当たる言葉なんだっていうようにですねこのように永遠にですねカルマの世界をですね繰り返す修羅の世界に入るわけですね。これをでですねあの仏教でも その輪廻として、えー、ずっとですねそのカルマの世界ね地獄の世界に生まれ変わる人がいるんだよっていうことを説明しているとこの世界がですねまあとうとうやってくると思いますねで仏教も言葉学もですねこの時に備えて悟りを得ておきなさいということなんですよであの菩薩行っていうのはですねいわゆるこういった真理の世界をもっともっと伝えていきなさいということなんですねでニルバーナっていうのは静寂の世界のことであって えー、輪廻のですね循環の真理を悟ってそれを超えたもののことを言うんですね、まあ、輪廻の循環の真理を悟った上でそれを超えたもので超えたものっていうのは何も執着がない静寂の世界のことなんですよ心がこの静寂の世界っていうものが何なのかっていうことを知ることこれでですね何者にもとらわれず、えー、修羅の世界の中にいたとしてもですねその世界にとらわれて執着をせずですね、えー、そこの修羅のですね世紀を起こさないっていうことができるわけですね でまたその真理をですねあの悟らせる菩薩行をですねおこの中で行っていくとですので今回の話はですねそもそも修羅の世界を好んでいる人には全く伝わる話じゃないしあの伝える気もないんですねそれよりもですねこの世界修羅の世界を見ながらですねなんていう地獄なんだとこの世界においてもうなんか疲れたなとどうしたらいいんだっていうふうな方に向けてこの真理がどうなってんだっていう方に向けてですねこういうお話をしているわけですね これがですね、いわゆるその菩薩行のですね、実践になっているわけですね。で僕もその実践としてはですねあの、自覚はしているんですけれども、おそのちゃんとですね、その菩薩行としてのねあの、いろんなここに僕に関わってくれている人が、そういった悟りの世界を知るきっかけになっているかどうかは、え僕の中でもですね、まだわからないことなんで、えー、こういうお話をですね、させていただいているということになります。 ということで,で、すね、本日はこれから世界で起きていくこと、それにはですね、対処としてニルバーナとは何かを知ることということをお話しさせていただきました。ということで、本日は以上になります。ご視聴ありがとうございました。